和田正幸と尾崎由香と世界の和田クスレディオ、皆さんこんにちは。ダックス企画プロデューサーの和田正幸です。皆さんこんにちは。ダックス尾崎由香です。皆さんこんにちは。ダックスエグザイルファンタスティックスの世界です。この番組はアニメや漫画の企画とクールジャパンを推進するプロデュース集団エクスアーツの代表和田正幸さんが尾崎由香と世界さんと一緒にお送りするアニメ制作バラエティラジオ番組です。はい、今週も始まりましたし、8月に入りましたね。おお、8月だ、ね、1週目ですね。今頃甲子園かな、かな、ね、もうやってるよね。やってるの、詳しい人いる？甲子園見る、たまに。お、夏はそれよりオザピアちゃんのアニメ制作バラエティラジオ番組ですの噛み方が面白かったな。今噛んでた。無意識、無意識噛み。そう、まあでもね、甲子園だよ、今年も誰か活躍するんだろうな、ね、なんか不思議なんだけど、いくつになっても高校球児見ると年上に見るんだよね。なんか全然年齢離れてってんねんけどね。強い意志がそうさせるのかな、熱い彼たちが、ね、なるほどね。今ね、なんかあの2部制にしたらどうかみたいな、そのやっぱ暑い夏だから時間帯ずらそうかとかみたいな議論もね、ちょっと出たりしてる。いや、もう一部でやってくれ。うん、暑いのも耐えるんだよ、それが甲子園なんだから。思い出になるね、それがね。暑さも思い出にしていただきたい。そんな夏にですね、はいはい、あの EJ アニメシアター新宿が閉館してしまうということで、はい、角川が運営するアニメ専門劇場 EJ アニメシアター新宿が8月24日木曜日をもって閉館することが明らかになりました。 EJ アニメシアターはアニメ専門劇場にして上映作品に関する展示、グッズ販売、イベントを行うことができるカフェ&ギャラリーを併設した複合施設。2006年に開業した角川シネマ新宿が2018年にリニューアルする形でオープンしたものです。うん、ね、時々あれなんですよ、あの業界の試写会とかでね、僕も伺ってたので、うん、なんか馴染みのある、あの伊勢丹の新宿伊勢丹のね、すぐ近くなんですが、ありますね。そうか、これね、もうちょっとですよ。またリニューアルするのかな、それともね、ねえ、してくれたらいいですけどね。なんか映画館ってやっぱ機材が新しくなったりするとすごいお金かかるだろうから、なんかいつやったかな、10年ぐらい前はプレステ3とかでそっちの方がなんかブルーレイディスクの映像が映りがいいとか言って、うんうんうん、映画館でも全然別にね PS でやってたりしましたよ。へえ、すごい。なんか時代は変わってね、それこそ映写機の頃からだったらもうね、こう回して16ミリフィルムとかさ、回してたわけやんか。はいはいはい、どうなるよね、ここね、どうなるんだろう。ミクサーみたいになるんじゃないですか。あ、池袋、池袋ミクサーライブね、講談社さんやってるんですけど、ああいうのいいですよ ね、 2.5 もできて舞台もできてみたいな感じでね、面白い複合施設あるかもしれないね。確かに期待しましょう、ね、場所はめちゃくちゃいいですしね。そんな映画の話で、劇場版アイドリッシュセブンのライブ4ビットビヨンドザピリオドが10週連続で全国映画動員ランキングトップ10入り、興行収入が20億円、すごいね。観客動員数が117万人を突破したということで、すごいね、すごい。一部セットリストの異なる Day 1 Day 2にて全国の劇場で開催中なんですって。はい、すごいですよね。もうライブやね、ね、初の劇場ライブね、もうそう言ってんだね。うん、言ってます、劇場ライブっていう、劇場ライブ、ね、しかもね、だって数年ぶりにさ、応援上映でさ、ライブみたいに、そうそう、映画館で誰々くんとか応援できる、これはまたいいでしょうね。すごいうるさいんでしょうね、劇場ね、多分ね。みんな盛り上がって推しの声がってね、映画館の前とってうっさってなる、多分ね。何日も変えたくなっちゃう、電話熱もあったりね。これだからね、面白いよね、その同じ映画なんだけどパターンが違うから何度でも見に行けるっていう、いやなんかでもこのパターン増えそうな気しますね、今後流行りそうね。まあ、昔からちょくちょくこういうのをやってるあのコンテンツはありった気はしますけど、ただここまでの巻き込み方はね、ムーブメントを起こしてるのはすごいですよね。検証頑張ってんだなあいつ。ね、小野検証さんがね、出てらっしゃいますね。そう、だキンプリか、キング、キングオブプリズムか、ね、あの映画の時がコロナ禍前だったからめっちゃ応援上映で、あの僕も関係者で呼んでもらって見に行ったら、もう99% 女性の中にみんなうわーギャーってやってるから、なんかあ、こういう映画の楽しみ方あるんだと思ってね。応援上映楽しいらしいですよ、行ったことないんですけど、あのシンゴジラの応援上映とか行きましたよ。行ったこと
あれかやってましたけど、ね、俺は、うん、あの行ったことない。シンゴジラ静かに見たかったんで、うん、僕は気持ちもわかるけど、だからなんか歌舞伎の役者さんにさ、なんか言うやん、あのよなんとかやみたいな、あ、ありますね、あの感じだよね、あーねー、うん、行ってみようかな、多分面白いんじゃない、うん、私映画一人で見る派なんで、うんうん、結構体感してじゃあ友達になっちゃうとかある、うん、あ、あ、すごい、まあ、友達にあのそうそうなれる人となれない人はいるかもしれないけど、うん、ね、なりたくない人もいればね、なりたくない人もいるの世の中にはいるかもしれないすごい、それは結構あの積運かもしれない、うん、いや積の運ってのあるんだよ本当に、積運ね後ろがいい前がいいんですか、そういうのって、真ん中さ喧嘩にならないのかなと思うんだよね、たまに今おさめちゃん説明しないとさ、誰と喋ってるかわからなくて、あのブースにいるあのスタッフさんがね、そうそう、うん、アイドルシチュー7が大好き、ね、の I7 のね、何回行ったんだろう、もう10回、ね、5回本当だって、なんならブースで踊ってますもんね、ずっと踊ってる、これ紹介してくださいってずっと言ってたんでね、そっか、紹介できてよかったね、うん、やっぱ熱狂的なファンにね支えられてますよ、のためのラジオじゃないの人のためのラジオってはずなのに、でも誰かに刺さってるはず、そうそう、ね、ね、きっとね、やっぱり、うん、そう、そうそうそう、うん、これからも楽しみですね、そうですね、アイナ旋風の強制で、じゃあそろそろ始めていきましょうか、和田正幸と尾崎由香と世界の和田クスレディオ、私は映画館でチュリトスを食べます、和田正幸と尾崎由香と世界の和田クスレディオ、さて本日は久々にふつおたをご紹介していきましょう、ということでその前にですね、和田さん、うん、POT 行かれたんですよね、できた、うん、埼玉スーパーアリーナの1日目と2日目と、ありがとうございます、うん、最高でした、世界さんめちゃめちゃかっこいい、ありがとうございます、私行かれなかったのでどうでした、そう、ね、ちょっとお仕事の都合もあってね、そう、あのね、まあまあもう大阪も終わってる日程だから終わりました、ね、もう皆さんね参加された方は、うん、もう最高だったと思うんですけど、ネタバレして大丈夫です、大丈夫、じゃあ、存分に、まあ、いっぱい言いたいところはあるんだけども、うん、世界さんの全身白いスーツ姿っていうのがね、うん、これはもう、おお、かっこいいと思って、うんうんうん、そう、一曲しか踊ってないけど、そうだからあの一曲が貴重なんですよ、いっぱい着替えたやん、今回、はい、素敵ですね、でもめっちゃ僕はやっぱり世界さん推しだから、うん、世界さんを見てて、あ、この白の全身の世界さんいいなって、ピンクの髪でと思って、ね、なかなか見れない、そうっていう部分から入ったんだけど、うん、でもね、もう他にももちろん 3.5 時間ですよ、おう、ちょっと、ね、ちょっと待って、今聞き捨てならなかったんだよな、うん、真っ白な世界さんなかなか見れないって、俺この間のアリーナのライブ真っ白だった気がするんだけど、オープニングから一番最初のねファンタの時オープニングから、うん、全身真っ白だった気がするんだけどな私パノラマジェットでね、うん、おかしいな、うん、まあまあまあ一回飲み込むかいつも嫌な気持ちね、まあ、今年2回見れたってことか、じゃあ俺だから2日2日行ってるから4回見れてんだね、そう、これ貴重ですよ、うん、でしかもバラードで踊る 3.5 時間があって、うん、その中でやっぱ45人の長いよね、そうメンバーがね、うん、去年はあの運動会したりとかみんなリレーしたりとかね、はいはいはい、あと毎年ねやられてるんですね、トークがあったりしたんだけど、うん、今年もがっつりもうライブ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 で、うん、物語もねついに世界さんが心配してた BOT の世界が進みましたよ、お、うん、敵を倒すところまで行くの、敵を倒すところまでストーリー性があるんですね、ストーリー性がね今回、まあ、コンセプチュアルなライブなのよそもそもが、はい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 、なんだけどなんか気づいたら今回敵倒しててね、世界さんがそう、いや俺みんなで、ね、ダンスバトルで、あ、敵は誰なんですか、敵はね乾さんっていう、うんうんあの架空のキャラクターがいるんだけど、キャラクターが、うん、それがちゃんと出てきて、うん、実体で出てくるんだけど、うん、で俺らもさ、まあ、バトルオブ東京っていうのがコンセプトでこうライブしますっていうのは知ってるけど、うん、ミュージカルではないから、うん、こう楽曲数も足りないわけよ、うん、やるその世界観を表現するにも、うん、だどうやってやんのかなみたいなのは毎年気にはなるのよね、うん、だからゲネプロとか本番前日の投資リハやってやっと把握するみたいな、うん、で結構中身の人的には毎回ドキドキなの、うん、お客さん初日の反応大丈夫かなみたいな、ね、これついてこれるかなとか、うんうんうん、でも今回は評判良くて、うん、そう初めて来た人もなんか楽しかったって言ってくれることが多くて、うん、なんかちょっと形が見えたっすよね、本当にあのねびっくりなのがまさかの
オープニング始まってすぐが盆踊りから始まる、エグザイルのみんなで盆踊りって思うやん、うん、これはまたねそっから物語が始まっていく感じがあって、そうそう、でもストーリーがなんかずっとなんだろうな、唐突でもなく、うん、ちゃんとシームレスにミュージック、まさにセカさんが言ったミュージカルっぽい部分というか舞台的な感じとライブとがいい意味で融合してて、うん、そうですね、でやっぱり夢のねこのグループ感をまたいだメンバーでコラボしたりとかするのがやっぱりもうみんなもうなかなか見えないですもんね、ファンのみんなからしたらもうキャーって俺だからそれこそ二部制とかにしちゃった方が、うん、はいはいはい、宝塚スタイルの方がいいんじゃないかなと思う時は確かに確かに、もうがっつり、ね、3.5 やるんだったら半分お芝居やりつつ、うん、ファンタがやってるような、はい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 、やって曲やってで後半はもう本当にライブで、うん、デビューでね、はいはいはい、みんなで歌って踊ってっていう、そうそうそう、あ、それ確かにいいかも、それもいいですね、ね、うん、あの宝塚のレビューの、あの本当華やかさっていうか多幸感ったらないから、あれもすごい、ね、もう本編のドラマで泣いてその後みんなでわーって、うん、解放されるみたいなね、あの感じは確かにビオティ向いてる、なんか参考にはなりそう、うん、ね、確かにね、ファスタの時もね、うん、参考にしたし、うん、だってうち親がそうやん、はい、だからもういっぱい資料とか話は聞けるんですよ、確かに、だから可能性はありますね、作り方とか僕は分かるから、うん、じゃあちょっと総合演出、ね、バトルオブ東京、うん、それできそう、世界さんが絶対嫌だあんなまとまりない45人まとめるのが絶対嫌だえでも今回とかも なかったんですか、こう意見を出したみたいな、一応だからあの今回は俺は言ってない、お珍しい、そう、他もみんなそれぞれのもグループが単独ツアーとかやってるから、うん、お忙しい、集まる時間が本当なくて、ね、ることも本当に4日間ぐらいしかみんなで集まれなくて、で今回タイからもあのスペシャルゲストが来てて、ものすごい人たちが来てくれて、バトルオブ東京の世界がタイにまで広がっちゃって、今すごい超東京じゃなくてワールドに、そうそう、バンコク、そう、はいはいはい、タイのもうスーパーアーティストさん、そう、F ヒーローさんっていう、はい、もうなんかもうそのラップとかヒップホップの世界でタイでナンバーワンというか、むちゃくちゃすごい、ミュージックビデオとか置く、めっちゃ豪華じゃないですか、人たちが来てくれて、俺 F ヒーローさんびっくりしたのが、うん、おひげがすごいじゃないですか、うん、で体も大きいから絶対僕より年上だと思ったら、うん、40歳って僕より若かったんですよ、上やな、わかんないもんですね、俺のおっさんやと思って、ね、すごい人たち、ね、で、あのタイの皆さんと、うん、あのグループのメンバーがそれぞれまた混ざってコラボしたりとかもね、うん、すごいよくって、でも世界さんのやっぱダンスのね、ダンスバトル毎回あるやんか、あ今回どうでしたダンス、あそこの僕はもう入りのところから最高でバーって、うん、あの舞台下から上がってくるやん、うん、その時にみんな結構決めポーズをしてるんやけど、うん、世界さんだけなんかね気楽なくチョリスって感じ、ちょっと今から行ってくぜぐらいの感じだったんで、気楽にってラフなね感じのね、これがまた良かったんですよ、普通って行かなくていい大丈夫、あ行きたいです、あほんまや確かに、はい、もうなんか視聴者さんにもぜひね、あの感想とか、ね、感想をねいただきたいですね、聞きたいな、大阪行けてないから初めてやったからね、うん、東京大阪両方とも、それもぜひ、うん、またねきっと映像にはなるでしょうし、はい、実しております、はい、ではね、普通歌ご紹介します、ラジオネーム M ヤンさんからいただきました、皆さんこんにちは、ダックスです、こんにちは、ダックス、私は子供の頃スイミングスクールに通っていたこともあり、クロール、バタフライ、平泳ぎなどは割と得意なのですが、背泳ぎだけはどうも苦手で、自分でもどこに進むかわからないため、一緒に泳いでいた友人たちからはとても恐れられていました。皆さんは泳ぎは得意ですか？はいはい、僕結構泳ぎますよ。お、泳ぐ、やっぱり小学校犬かき、うん、犬かき、何スイミングスクール通ってたから通ってた、うん、犬かきね、うん、でも平泳ぎできないのよ。一番簡単じゃん。すごい、いやいや、バタフライとかできるからすごいよね。バタフライ、クロール、背泳ぎ、背泳ぎはね、背泳はそんなに難しくないはず、あのただなんかちょっと水が入ってきそうで怖いんだよきっと ね、和田さんが泳ぐ姿が俺想像できないんだよ、ね、そう、バンバン泳ぐよ、あの おじいちゃんおばあちゃんと一緒にプール歩いてるのは想像できない、それはねできるけど確かにね、スポーツやってるイメージが全くない、な、うん、スポーツは、まあ、テニスぐらいですよ、だからそんなにはできないけど、うん、泳ぐのは別に苦手ではない。そうなんだ、世界さん、おざぴゃちゃんは？俺は小学生の時ずっと水泳やってたんで、じゃあ全部できる、ある程度はできますね。バタフライ、じゃあバタフライはもう今できないかも。バンバンってやつですね。え違うの、バタフライ違うの、バタフライってあの書くやつでしょ、バンバン
語彙力ねえな声優だろバンじゃないのか、まあでも擬音だとバンだよね、うん、そうですね、ラジオだと全く分からへん足で蹴ってバタフライなんだからフライね、フライ、うん、飛ぶように泳ぐ、飛ぶように泳ぐってことか、蝶だからねバタフライって、わあ確かに言われてみればそんな形。おざけちゃんは泳ぐの？私いや本当に恥ずかしいんですけど、サウナばっか入って、泳げないんですよ。あそうなんや。いやそうなんですよ。えズチ？ズチ？ズチ？ズチの方？ズチなんですけど本当に特訓して、うん、実は、うん、私断れない性格なんで、うん、なんかわかんないですけど友達が水泳部で一時期ちょっと水泳部に入ったことがあって。いつ中高？中学生の時に。うん、でもその大会に1週間後に出るって言われて、うん、え私泳げないのに大会に出るのかなって思ってすごい、ね、すぐやめました。だ大会に出なかった結局。出なかった。えプールに入ったの？入りましたよ、うん、泳げないから一応1週間特訓したんですよ。何やったのその時は？クロール。クロールはできるようになった。でもだってさ、うん、泳ぎ方を学んでそこで、うん、実は私あのクロールを息継ぎしなければ25メートル泳げるってことに気づいたんですよ。はい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 。そうだから、はいはい、死ぬ気で25メートル泳げますノー息継ぎ。そう息継ぎするとそのままそれってクロールじゃないやん。クロールじゃない。クロールってだってこう2回に1回はこう手を上げればクロール。クロールなんだよ。クロールだから金槌ではない。えクロール25メートルしか泳げないの？海行ったらどうすんの？息が持たない。海行ったらどうすんのよ。25メートルしか無理です。息が持つ死ぬやんそう息が持つつまで息が持たなかったら終わり。私の海の上で浮けないってこと？クロールはできますよ。いやだから受けると受けないから話したんだ受けないってこと？和田さんみたいな答え方しなよこれは受けないってことなのかな、うん、受けないんじゃないですかね。えだからバタ足できないってことでしょ？できない。どうやってやるのか分かんない、楽しくないよ。ルイ・ヴィトンのバッグは結構水に浮くっていうので昔から買われてるんですよ。だからヴィトンのバッグを持って緊急。えだからその写真集とかで、うん、その結構水着になると水着になってるよな。プールで平泳ぎしてくださいとか背泳ぎしてくださいとか言われるわけですよ、うん、いやできませんよって結構時間かかって、いつも NG カットになります。やってる瞬間だけとかでも無理なの？あの挑戦してくださるんですけど、で手支えますよ行きますよって無理無理すごい顔してるんだ私絶対足つくプールでしょ？だってそれつかないんですよ。えそんなに深いプールなんだ。足つかないプールだからだよ。それはね怖いもん、うん、小さい足つくプールやったら、ね、小学生用のあるやん、なんか幼稚園用のさあれぐらいでやればいいんだよ、いつもでもそういうプールじゃない。やっぱ大きいプールで写真撮りたいとか言われたら足つかないんですよ私の。身長もそんなに、ね、身長がね、うん、高身長ではないし、ね、そう、ね、こんなねあの泳ぎのね話で盛り上がってしまってふつおたをご紹介しますって一通しか紹介できなかったすいません。おまけかな。おまけでねご紹介しますのでお楽しみにということで、皆さんからのメールまだまだお待ちしております。和田正幸と尾崎由香と世界の和田クスレディオ。和田クス七色セリフオーディション。ここでは総合学園ヒューマンアカデミーパフォーミングアーツカレッジの学生さんをリモートゲストとしてお招きして架空のアニメの架空セリフでオーディションにチャレンジしてもらいます。最終的に合格した学生さんには和田さんが社長を務める X アーツのグループ会社が手掛ける作品への出演権がプレゼントされます。ではまず8月のテーマセリフを発表します。8月の男性用セリフはこちらです。ついにここまで来たんだなとなります。ではここで最初の学生さんにご登場いただきましょう。まずは自己紹介をお願いいたします。総合学園ヒューマンアカデミー神戸三宮校パフォーミングアーツカレッジ高校大学10年間アメリカで留学していました中尾秀人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい素敵ななんかこうな抑揚とお声とね、中尾さんすごい、うん、アナウンサー感あるね、うん、アナウンサー やられてたんですか？いやいやいやそんなことはないです。もともと私はあの本業がデザイナーをやってまして、はい、今でもデザイナーやってますけど、はい、芸術に富んでます ね, ねえ素敵。そんな中尾さんは将来は何を目指してるんですか？将来はですね、声優になり、はい、修行して
そして、事務所を作りたいです。おー、うん、起業家、はい、ね、起業家を目指したいですね、はい。あーすごい。だってアメリカ留学されてたんですか？そうです、高校と、はい、ずっとアメリカなんですけど、はい、高校はバーモント州っていうところがありまして、バーモント、あのニューヨークの近くなんです。東海岸側に、はいはいはい、ありまして、大学はメイン州っていうところで芸術の大学に行ってました。うーん、はい、じゃあ英語もペラ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 、あ、ペラペラです、はい。バイリンガル声優面白いよね。ねえ、すごくなかなかいらっしゃらないから、うん、ぜひそれ目指してほしいなと思います、ね、中尾さん、うん、はい、頑張ってください。それではまずですね、中尾さんにも演出を入れずに読んでいただきたいと思います。お願いいたします。ついにここまで来たんだな。おー、いい声。どこに来たんだろう、うん、これはどういう設定が、玉座に座る王様やね、うん、そんな感じだね、うん、はい、ドスンと座ってて、まあ最初は弱々しい、勇者がいて、そこから勇者がどん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 レベルアップして、やっと王様に会えるっていうシーンで、まあついにここまで来たんだなと、うん、ようやったぞ、うん、でも本当は悪役です。あ、そうなんやね。悪役なんだ。威厳があると思いきや実は、うん、そうなんですよ。すごい、なんか自分の生かし方をちゃんと分かってる。分かってます ね、うん、すごい声に安定感があって、ね、素敵です。では和田さんに設定をね、はいはい、じゃあちょっと、爆弾処理班なんですね、あなたは。でそのやばいぞ、あと5秒だぞってところで処理がもうギリギリの最後まで来ましたと。でよくあの某メタテコナンでよくあるパターンの、あと5、4、3で赤か青のコードどっちかを切るというところの心境で一言お願いします。うん、はい、わかりました。ではお願いいたします。ついにここまで来たんだな。おー、うん、違いました ね最初と、うん、なんかもうちょっとだ、うん、っていう感じがしました。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは2人目の学生さんにご登場いただきましょう。まずは自己紹介をお願いいたします。はい、総合学園ヒューマンアカデミー熊本校パフォーミングアーツカレッジ学校読書ランキング小中高上位入賞、経験治療は伊達じゃないな、東正宗です。お願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。経験値、経験値ですとはどういうことでしょう？本はその人の歴史そのものだと思ってるんですよ。うん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 、それを短くまとめたのが本なので、うん、やっぱりその人の人生を自分の中に凝縮できる本何冊も読んできたっていうのが、うん、やっぱり自分にとっての経験値であり、うん、その経験値の生かし方だと思ってるので、うんうん、一番好きな本は、そうですね、鉄アトムですかね。アトムが好きなんですね。はい、いや小学生の頃に、うん、その学校 その一部漫画コーナーが、はいはいはい、あるんですけど、うん、そこに手塚治虫さんの漫画が結構置いてあって、うんうん、そこで読んだ時にコミカルな絵のタッチなのに裏ストーリーが重いっていうことに、ね、そうね、その時は思わなかったんですけど今振り返ってみるとああっていう、うん、確かに大人になってから見た方がねいいかもしれない、うん、いいかも、見直すとね、うん、また面白さがね倍増します。それでは東さんにもまずは演出を入れずに読んでいただきたいなと思います。はい、お願いいたします。ついにここまで来たんだな。もう渋い。これはどんな設定が？その魔王を倒して、うん、一番最後その魔王の城から出て世界を見上げる勇者が失った仲間たちのことを思いながら世界を見返すっていうイメージです。ああ、振り返ってる。モノローグ気持ち、それとも口に出してる？その、まあ、モノローグに近いっていうか、うんうん、それでもやっぱ口に出てる心情を吐露したみたいな感じの、あ、感じのセリフだったんですね。そうですね、うん、はい、じゃあ私が設定をつけていきたいと思います。あなたはラスボスです。ラスボス、はい、ワルですね。で今自分の目の前まで勇者が来ました。その勇者に対して放つ言葉いかがでしょう？じゃあちょっとちっちゃめのラスボスで、はい、ちっちゃめ、あ、そうなんやね。ちっちゃいラスボスがねいるかなって。100センチぐらい、そう、100センチぐらいのラスボス、はい、はい、ではお願いいたします。ついにここまで来たんだな。
そうなりますよね。はい、ありがとうございます。すごい答えてくれて、男の子にやってもらう。いやでもすごい、想像してたのの倍以上来ました。すごい対応力ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで中尾秀人さん、東政宗さん、ありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーで使用する男女別のセリフなども募集しています。どんどん送ってきてください。ということで以上、ワダックス公開オーディションでした。和田正幸と尾崎由香と世界のワダックスレディオ。お届けしてきました和田正幸と尾崎由香と世界のワダックスレディオ、そろそろおしまいのお時間です。番組では皆さんからメッセージをお待ちしています。メールはワダックスアットマーク joqr.net まで。またこの番組の公式ハッシュタグはハッシュタグひらがなでワダックスです。そして番組公式 YouTube ワダックスチャンネルもあります。こちらでは番組本編と映像付きのおまけトークがお聞きいただけます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回のおまけはふつおたを引き続きご紹介いたします。詳しくは番組公式 Twitter をご覧ください。さてここでお知らせです。では世界さん。はい、なんと私この度劇場版シティハンターエンジェルダストに出演することが決定しました。うん、おめでとうございます。ありがとうございます。うん、そう、まあ、ちょっとした役なんですけどね、あの新宿の街に、あの街に世界さんがちょっと入ることになりまして、楽しみですね。はい、これは、まあ、ちょっとシティハンターのご存知の方も多いと思いますけど、うん、原点にまつわるストーリーなので、うんうん、ぜひシティハンターファンの方も初めて見る方もね、うん、ここから見始めてもいいと思うので、うん、ぜひ劇場に遊びに行ってください。9月8日からです。よろしくお願いします。8日からすぐだもん、ね、待ちましょう。楽しみにしております、はい、ということでもう私たちはお知らせなしなしなしですね。絶対見てください。そうですね、はい、ではおまけではふつおたね引き続きご紹介するのでこちらもチェックしてください。あれだよね、普通おたでさ、うん、いただいてるのってどんな触りだけでも、うん、そうですね、プリキュアごっこしてましたけど小さい頃何か丸々ごっこしてた。あ、ごっこ遊び ね、 なるほどね。そうごっこ遊びねとかね、あるのでごっこ遊び ね、 ね、うん、そういうのも紹介したら、うん、楽しくおまけを送れる。すごいテンション低い急に。ちょっと怒られたからって低くなるなよ。何話そうかなって頭の中で処理しながら話したらなんか目が泳いじゃった。言葉が出てこない。ちょっと言葉パーソナリティ処理能力と言葉がついてこないパターンのやつですね。縁ですよ、会話がバタ足になっちゃったからね。はい、ということで今日はここまでです ね、 そろそろね、はい、元気出しておまけいこうね。はい、ということで今日はここまでです。ここまでのお相手は企画プロデューサーの和田正幸と尾崎由香と世界でした。ありがとうございました。この番組は株式会社エクスアーツと総合学園ヒューマンアカデミーの提供でお送りしました。